渚。ナギさ、エトワール様ったら、いきなり後ろから私を抱きしめて。話してください、エトワール様。スプーンが床に。動かないで、じっとこうしていたいの。でも恥ずかしがることないわ、温室には二人だけよ。とても柔らかな髪ね、いい香りだわ。エトワール様、お湯が吹きこぼれますから。今スプーン洗いますから、お茶この英国製のでいいんですよね。向こうのテーブルに準備しますから。渚ったら。ストロベリーパニックミアトル編、お姉さまと下着騒動。今日もですか？ええ、温室でエトワール様のお花のお手伝いをしてますわ。いつもエトワール様のお手伝いをしている闘技様と加納様が風邪をひかれて、ここのところずっと寝込んでいらっしゃるんです。まあ、お二人ともですか？はい、でもちょうどよかったですわ。ねえ千代ちゃん、美味しいお茶はいかが？今お湯を沸かしていたところなんです。美味しいクッキーもありますし。はい。せっかくの日曜日だというのに、渚ちゃんたら朝食をとったらすぐに温室へ行ってしまって、だから私ずっとお部屋で一人だったんです。さあどうぞ。すみません、お砂糖いくつ？あ、自分でやりますから。いいですよ、入れて差し上げます。でもいくつ？じゃあ2つ。2つですね。はい。すみません。それにね、渚ちゃんとランチ一緒にしようと思って2人分作って待っていたのに、ちっとも帰ってこなくて、それで迎えに行ったら、渚ちゃんエトワール様と2人でランチしてたんですよ。まるで恋人同士みたいに楽しそうに。1人で食べるランチ寂しかったですわ。あ、クッキー食べてくださいね、美味しいですよ。あ、はい。ねえ渚、そこの鉢の入ったケース取ってくださる？あ、はい。ありがとう。さあ、今日のお仕事はこれで終わり。あなたがお手伝いしてくれるからとても助かるわ。私、お花をお世話するの大好きなんです。明日も来てくれるかしら？はい、喜んで。エトワール様。そうだ、あと 4,5 日もすればお花の手入れが終わるから、そしたら二人でどこかへ行きましょう。二人で？そう、誰にも内緒で、二人っきりで。海なんてどうかしら？海？ほら、丘から海が見えるでしょ？はい。とても綺麗なところなのよ。私、一度行ってみたいと思ってたんです。海大好きですから。私も好きよ。じゃあ約束ね。はい。にわか雨だわ。さっきまであんなにいいお天気だったのに。渚お姉さま大丈夫でしょうか？心配ですね。このところよく降るわね。でも1時間もすれば止むわ。さあ、あなたもここに来て座って。さあ。はい。雨は好き？ん？私は好きよ、特にこういうにわか雨は。だっていきなりわっと勢いよく降ってきて、みんなを驚かせてさっと上がるでしょ。
潔くて気持ちいいわ。というのは嘘。え？本当は大嫌い。雨の日に一人でいると寂しくなるから。でも今日はいいわ、渚がそばにいてくれるから。エトワール様が私の髪を優しく触って深い瞳で見つめて、私どうしていいかわからなくなって。渚とずっと一緒なら雨が好きになるかもしれないわ。あのお花のお手入れもう少ししましょうか。雨が上がるまで。怖いの？私が怖いの？怖いだなんて、そんな。だってさっきから目をそらしてばかり、私と目を合わせようとしないもの。さあ私を見て。可愛いわ、渚。怖がらなくていいのよ。エトワール様の白い手が伸びてきたかと思うと、エトワール様、私はエトワール様の腕の中に抱かれていて、私、ナギさん、エトワール様、エトワール様の唇が迫ってきて、みゆき、あの失礼します。またあの子にちょっかいを出してるの？いい加減にしなさい、シズマ。遊びじゃ済まなくなるわ。お花だって自分を愛する人に触れられたら嬉しいはずよ。自分のハンカチを取り出して私の涙を拭いてくださるなんて、ありがとう、ジオちゃん。すみません、渚お姉さま、早くお着替えになられた方が。うん、そうする。じゃあまたね。その時でした。渚お姉さまのハンカチが床に落ちて、あ、渚お姉様、ハンカチか、うん、どうしたんですか、渚ちゃん。そんなにびしょ濡れになって。早くシャワーを浴びないと風邪をひいてしまいますわ。はい、制服を脱いで、ペチコートも。千代ちゃんが迎えに行きませんでした？下着までびしょびしょ。あー、そこダメダメ、そんなとこ触らないで。下着は自分で脱ぐから。遠慮はいりませんわ。ねえ、お願い、たまおちゃん。さあ、これでよし。でも、こんなに濡れて帰るなんて。渚ちゃん、何かあったんですか？何もないよ。いいえ、何もなかったら雨に濡れて帰るようなことはしませんわ。温室で何かあったんですね。じゃあ私シャワー浴びてくるね。
なもの。なぎさ、エドワール様、私、あの時六条様が来てくれたからよかったけど、もし今度あんなことになったら。なぎさちゃん、温まりましたか？濡れた制服と下着洗濯してきますから、脱衣カゴの下着持っていきますね。ダメ、パーツ返して、後で私が洗濯するから。ねえ、なぎさちゃん、ちょっとですけど前より大きくなりましたね。まだまだ発育途上ですもんね。将来が楽しみですわ。あら、もうこんな時間。洗濯物きっともう乾いてますね。あ、待ってたまおちゃん。エトワール様？え？こんな時間にお部屋に戻られるなんて、もしかしてあの噂通りプールで。プール？なんでこんな時間に？なぎさちゃん、エトワール様の噂ご存知ありません？エトワール様、毎晩プールで泳いでいるそうなんです。裸で。裸で？ええ、何もつけないで、生まれたままの姿で。本当に生まれたままの姿で？エトワール様、水が冷たくて気持ちがいいわ。エトワール様、生まれたままの姿で、でも綺麗。誰なの、そこにいるの？あら、ナギさん。すみません。月がとても綺麗。ねえ、一緒に泳ぎましょう。あなたと泳ぎたいの。でも、何もつけないで泳ぐとお魚になったみたいで、とても気持ちいいのよ。さあ。エトワール様。何も恥ずかしがることないわ。二人っきりなんだから。あなたも脱ぐといいわ。さあ。どうしました？なぎさちゃん？え？お顔が赤いですわ。やだ、私ったら。洗濯物早く取って帰らなきゃ。さあ、たたもっと。あ、まあ、何この下着、白くないよ。黒に赤、ピンク、ブルー、紫、緑。このパンツ紐だよ。こっちは透けてる。なんで？これ本当にパンツなの？どなたかのと間違えてしまったようですわね。あ、そういえば洗濯室の明かりが暗かったから、よく見ないで他の人のを入れちゃったのかな。こんなに大人っぽい下着は絶対に上級生の方ですわね。やはりエトワール様でしょうか。六条様の可能性も捨てきれませんわ。と言ってミアトルとは限りませんし、スピカなら生徒会長のトウモリシオン様、ルリムならまさかチカル様。もうタマオちゃんたら。とにかく返してこなくちゃ。持ち主の人きっと困ってるよ。私も行きますわ。
確かこの乾燥機だと思ったけど。渚ちゃんの洗濯物隣の乾燥機にありますわ。はあ、よかった。まだドキドキしてるよ。渚ちゃん待って。誰か来ましたわ。もしかしてあの下着の持ち主が戻ってきたのかもしれませんわ。え、階段の下に隠れましょう。ここなら洗濯室がよく見えますし。洗濯室に入っていきますわ。はあ、チカルさん。まさか本当にチカル様だったとは。さすがチカル様、侮れませんわ。あ、でも別の乾燥機から洗濯物取り出してるよ。あ、お部屋に戻っていくよ。でもチカル様でないとすると、あ、別の人が来るよ。スピカのトウモリ様、やっぱりあの方だったのですね。でも洗濯室の前を通り過ぎていったよ。チカル様でもなければトウモリ様でもない。ということは残るは六条様とエトワ。あら、スズミさん、渚さん。ああ、六条様。何してるの、こんなところで。いえ、何でもありません。そう、何でもないなら早くお部屋に戻りなさい。あ、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。六条様が洗濯室に向かっていきますわ。ああ、やっぱり六条様だったんですね。でも洗濯室の中見回してるよ。あ、明かりを消した。ドアに鍵かけてる。あ、戸締まりしてたんだ。とするとここはもう朝まで開かないということになりますね。それにしても刺激的な下着でしたわ。それに比べて渚ちゃんのは水玉模様にひよこちゃんにいちごさんにくまさん。うわぁ、何やってるの、やめてたもん。じゃあ遠慮はいりませんわ。私がきちんと畳んで差し上げますから。あ、ダメダメダメ、自分で畳むから。水玉にひよこにいちごにくまさん、色も白ばっかりだし、私のちょっと子供っぽすぎるのかな。もうちょっと大人っぽい方がいいのかな。エトワール様はどんな下着つけてるのかな。やっぱりシルクとかレースとか。でもエトワール様なら何でも似合いそう。私ったら何考えてんだろう。あれ、ハンカチが。ハンカチがどうかしたんですか。 お気に入りの水色のハンカチがないの。一緒に洗濯したつもりだったんだけど。お洗濯してアイロンもかけたし、あとはこうやってきちんと折りたたんで、お気に入りのこの可愛い花柄の紙袋に入れて、さあ、できました。渚お姉様、私の涙を拭いてくださったこのハンカチがお姉様と私の絆を強くしてくれるような気がします。そしていつの日かお姉様ともっともっとお近づきになって。かわいいよ、ちよちゃん。なぎさお姉さま、好きよ。はぁ、なぎさお姉さま。お姉さまの熱い口づけに、私はもうとろ。やだ、私ったら。とにかく、明日なぎさお姉さまに、このハンカチをお返ししなくちゃ。今日こそ
あの下着の持ち主を確かめなくては。あら、ないわ。ねえ、渚ちゃん、起きて。かわいい寝顔。じゃあ、いつものようにこの白い羽で柔らかな耳たぶを。なぎさちゃん、おる。じゃあ今度は首筋を起きて。あくすぐったいよ、たまうちゃん。なぎさちゃん、おはようございます。たまおちゃんたらまたそんなものでいたずらして。やめてって言ったでしょ。やっぱり怒った顔も素敵ですわ。もう、あ、そうそう、洗濯室のあの下着もうなくなってましたわ。え、わざわざ見に行ったの？ええ、早起きして行ったのに残念ですわ。なぎさお姉様の水色のハンカチ、お返ししようと思っていちご社の食堂の前で待っていたんです。あれ、千代ちゃん、おはよう。おはようございます。おはようございます。私たちを待っててくれたの？はい。あの、なぎさお姉様。なーに？あの、でも渚お姉様と私をつなぐハンカチ、なんだかもう少しだけ持っていたくなって、とても大事な宝物のように思えて。なんでもありません。そう？さあ一緒に入りましょう。朝食前のお祈りが始まりますわ。あの、すぐ行きますから。じゃあ遅れないでね。なぎさお姉様のハンカチ、今度お返しします。だからもう少しだけ。おはよう、千代ちゃん。おはよう。あ、ルリモの絆さんとレモンさん、おはようございます。あー、かわいい紙袋。ほんと？ねえ、何が入ってるの？もしかしてプレゼント？ねえねえ、誰にあげるの？いや、では、赤くなってる。千代ちゃんが困ってるでしょ。あ、チカルお姉様。さあ、朝のお祈りが始まるわよ。はい。で、誰にあげるの？でも、好きな人がいるってとても素敵なことよね。ごちそうさまでした。あら、なぎさちゃん、もう終わりなんですか？残すとシスターに叱られますわよ。でも食欲ないの。起きてからちょっと熱っぽくて。ちょっと額に触ってみますね。あら、今日は学校お休みした方が。大丈夫だよ、休むほどじゃないから。くれぐれも無理はしないでくださいね。うん。雨降ってきそうだね、たまおちゃん。急に空が暗くなってきたよ。ええ、今日は近道をしましょう。プールの横を抜けて森の道を。うん。あ、プール。プールがどうかしましたか？エトワール様、本当に毎晩裸で。あ、もうあんなこと聞いてから頭を離れなくなっちゃったよ。あ、降ってきた。ねえ、なぎさちゃん、この先にあずま屋があります。そこで雨宿りしましょう。あそこです。あ、あ、エトワール様が。
エトワール様が集まやの中でミアトルの生徒を優しく抱き寄せていて。泣いてはダメ。あなたに涙は似合わない。お姉様、さあ涙にキスしてあげるわ。だからお姉様。なぎさ、エトワール様が、エトワール様がキスしてた。胸が痛いよ。私なんでこんなに苦しくて渚とずっと一緒なら雨が好きになるかもしれないわ。可愛いわ渚。エトワール様、私渚ちゃん、渚ちゃん、またこんなに濡れてしまって。今拭いてあげますね。どうしました、渚ちゃん。ねえ、渚ちゃん、しっかりして、渚ちゃん。すごい熱。千代ちゃん、玉お姉さま、ただいま帰りました。大変なんです、渚ちゃんが熱を出して倒れてしまって。渚お姉さまが？シスターからお薬もらってきてください。私、氷の準備しますから。はい。少し落ち着いてきたみたいですね。はい。エトワール様、エトワール様。渚ちゃん、エトワール様のこと。千代ちゃん、私ちょっと行ってきますから、渚ちゃんのことお願いしますね。はい、玉お姉様。いらっしゃい、渚。嬉しいわ。今日はもう来ないのかと思ってた。あんなところを見せられたら来られるわけがありませんわ。鈴見さん、エトワール様、これ以上渚ちゃんを傷つけるようなことはやめてください。何のことかしら。とぼけないでください。ま、怖い目。まるでお姫様を守るナイトのようね。もしかしてあなたも渚のことを。ふざけないでください。失礼します。昨日に続いて今日もこの騒ぎ、一体どうしたというの。来てたの、みゆき。あの鈴見さんがあなたに手を挙げるなんて。わざとぶたれたように見えたけど。素直になれない自分が嫌になる時があるのよ、シズマ。氷取ってきますね。エトワール様、何かあったの。あの渚お姉様が熱を出して倒れてしまって、玉お姉様と看病してるんです。それなら今お見舞いするのはやめた方がいいわね。私、こんなに悲しいなんて。私
ません。横になってくる。涙。渚お姉様が泣いている。あのこれをちゃんと綺麗に洗濯してアイロンかけましたから、これで涙を。水色のハンカチ、それは私の。私悪い子なんです。ちよちゃん。そうだったの。そんなに大事に思ってくれてたんだ。ありがとう。ごめんなさい、渚お姉様。ううん、千代ちゃんにあげる。千代ちゃんに持っててほしいんだ。お姉様。私ずっと大切にします。渚ちゃん、寝ていなければダメです。まだ熱が下がっていないんですから。さあ横になってください。どうやら峠は越えたようですね。渚ちゃん、ぐっすり眠って。お薬が効いたんですね。よかった。千代ちゃんにはもうお部屋に戻ってもらいましたから。あとは私が朝まで渚ちゃんのお世話をしますね。はい。エトワール様。渚は？今眠ってますけど。お話があるの。あれエトワール様、気分はどう？私夢かと。でもエトワール様、あの寝てなきゃダメよ。さあ。はい。あの、玉尾ちゃんは？乾燥室で濡れた制服を乾かしているわ。そうですか。ねえ、渚。昨日のこと見たのね。はい。昨日鈴見さんにとても叱られたわ。玉尾ちゃんに？あなたのことを傷つけないでほしいって。玉尾ちゃんが。渚は私があの子と結ばれていると思ったのでしょ？はい。私確かにあの時あの子に告白されたわ。でも今の私はそれに応えることはできない。だからそっと抱きしめて、頬を伝う美しい涙、私だけに捧げられた愛の証に口づけをしてお別れしたの。私はいけないお姉様かしら。でもね、渚、それが私の愛情、私なりのお花のめで方なの。こんな私を許してくれるかしら。エトワール様、私。渚、元気になったらまた温室に来てくれるわね。はい。嬉しいわ。鈴見さんには全てを話して仲直りしたの。だからもう何も心配しないで、今日はもうおやすみなさい。あなたが眠るまで手を握っててあげるわ。エトワール様、
渚ちゃん、かわいい寝顔、早く良くなってくださいね。元気になって私の大好きな笑顔を見せてくださいね。些細なことで喧嘩をしたり泣いたり笑ったりできるのは、そんなことがとても大事なことに思えるのは、そんなことがとても愛おしく思えるのは、渚ちゃん、あなたがいつもそばにいて元気でいてくださるからですわ。あなたの笑顔を見るとそれだけで幸せな気持ちに、優しい気持ちになれますから。ですから、渚ちゃん、早く元気になってください。私のかけがえのない渚ちゃん。うん。たまおちゃん。渚ちゃん、気分はいかがですか？うん。だいぶ楽になったよ。よかった。なかなか熱が下がりませんでしたから、本当に心配しましたわ。あ、外が明るくなってきましたね。たまおちゃん、寝ないでずっと看病してくれたの？ありがとう。いいえ、当然のことをしているだけですわ。私の務めですから。さ、熱を測ってみましょうね。たまおちゃんの私を見つめる目がいつも以上に優しくて、もうすっかり熱が下がったようですわ。汗をかいていますから、お着替えをしましょうね。たまおちゃんが私を抱き起こしてくれて、パジャマを脱がしてくれて、そして私はたまおちゃんになされるままじっとしていて、さ、下着も何のためらいもなく素直に受け入れることができて、背中を拭いて差し上げますわ。綺麗な背中。たまおちゃんは優しくうなじを拭いてくれて、肩を拭いてくれて、背中を拭いてくれて、そして、渚ちゃん、私の背中に顔をうずめて優しくキスをして、そして、渚ちゃんの行くところ、事件あり。さあ、秘密部緊急出動よ。ああ、驚いたわ。エトワール様があんなに乗馬が得意だなんてね、光。素敵。エトワール様が乗馬部でなくてよかったよ。天音先輩、あの方が選手だったら大変なライバルになっていた。
様、お呼びですか？さあ、ナギサ。手を差し伸べたエトワール様が、いきなり私の手を引いて、白馬に乗せて。やっ！ナギサちゃん！ナギサお姉様！チカルお姉様、エトワール様とナギサちゃんが、馬で学園の外に！エトワール様！ナギサ、約束したわよね。お花の手入れが終わったら海へ行くって。はい。やっ、うわ、行っちゃった。いよいよ秘密部としては見逃せない事件ね。さあ追いかけるわよ。はーい。すっごく気持ちいいですね、エトワール様。馬に乗って波打ち際を走るなんてもう最高です。嬉しいわ、渚にそう言ってもらえて。ほら、ずっと先に岬があるでしょ。はい。あの向こうにとても静かな岩場があるの。やっ。気をつけてね。はい、チカルお姉様。やっと追いついたわ。まさか本当に海まで来ちゃうなんて。さすがエトワール様ね。この岩の陰からならよく見えるわ。みんなも足元に気をつけてね。下はすぐ海だから。はい。大丈夫ですか、チオちゃん。はい、タマお姉様。なぎさお姉様と砂遊び。うわ、カゴメちゃんいつの間に。ねえ光、しゃがめば海水に手が届きそう。落ちないように気をつけてね、ややちゃん。泳いだらすごく気持ちよさそう。もうお二人とも聖火隊の練習サボって海に来るなんて。あ、つぼみちゃん。またうるさいのが来た。うるさいとは何ですか。エトワール様、静かで本当に綺麗なところですね。気に入ってくれて嬉しいわ。潮風が気持ちいい。シカルお姉様、エトワール様は本当に裸で泳ぐんでしょうか。裸で泳ぐ？泳ぐに決まってるわ、キズナちゃん。ここには他に誰もいないし、水はきれい。裸で泳ぐには最高の場所ですもの。エトワール様が服をお脱ぎになれば、はっきりしますわ。この間の激しく大胆な下着が、エトワール様のものかどうか。へー、裸で泳ぐエトワール様に激しく大胆な下着のエトワール様、みんなそんな目的で来たんだ。面白そうね。あら、そういうヤヤさんはどうして海に。勢い。なんかみんなすごい勢いで馬を追いかけるからつい。はあ。あら、ここにもあるわ。もう、のんびり貝なんか拾ったりして。早く裸になって泳がないかしら、エトワール様。それにしても今日はいい天気ねえ。光、私たち泳いじゃっか。ちょっとやや先輩、いきなり制服を脱ぎ始めないでください。もううるさいわね。海が私を呼んでるの。あ、ややちゃん、でも水着を持ってきてないよ。いいの、私一度裸で海を泳いでみたかったの。えぇ、エトワール様も裸で泳ぐんでし
問題ないわ。あれ、ヤヤちゃん。あ、それにみんなも。どうしたの？渚ちゃんとエトワール様。こんなところに隠れて一体何を見ていたのかしら。エトワール様、あのエトワール様はいつも裸で泳ぐって聞いたから見に来たんです。キツナちゃん。行っちゃった。あ、その噂のこと忘れてた。エトワール様、本当に生まれたままの姿で。私は裸で。まあそんなことが噂になってるの。それで、あのエトワール様は泳ぐときはいつも裸よ。というのは嘘。私だって水着くらい着るわ。びっくりした。エトワール様の噂、やっぱりただの噂だったんだ。よかった。せっかくそんな噂があるのなら、今度渚と海に来た時には裸で泳ぐことにしようかしら。もちろん渚も生まれたままの姿でね。エトワール様。さあ、それじゃあいろいろ解決したところで私泳ぐわよ。あ、まだ下着のことが。ヤヤさん、その下着は、たまおちゃん、あの時のすごい下着だよ。紫にオレンジ、目が回る。パーシバルも紫着る。もうヤヤ先輩、恥ずかしくないんですか。あら、確かスピカの校則で下着は白以外は禁止っていうのがあるって聞いたけど。もちろん光はその校則守ってます。ヤヤちゃん、そんな自慢しないで。私だってきちんと守ってますって何言わせるんですか。あんたが勝手に言ったんじゃない。みんな楽しそうですね。そうね。太陽がゆっくり沈んで、海がオレンジに染まって素敵ですね。私、子供の時から海が好きで、いつか海の向こうに行ってそれで夕日に触りたいなって思ってたんです。なんか子供っぽいですよね、私。渚、こっちへいらっしゃい。エトワール様。ねえ渚、私とどこか遠いところ行かない？連れて行ってあげるわ。うん。いつかあの水平線のずっとずっと向こうまで。エトワール様。渚、その日エトワール様と私は大きな夕日が水平線に沈むまで、いつまでもいつまでもじっと海を見つめていました。いつの日か水平線の向こうに行くことを夢見て。オリジナルドラマ CD ミアトル編、お姉さまと下着騒動。キャストは葵渚、中原舞です。ちょっとやらしい感じだったんですけど楽しんでください。花園静馬、野畑目瞳、ぜひヘッドホンで聞いてください。
鈴見玉緒、そして日向絆役清水愛です。下着っていう言葉をいっぱい喋りました。いっぱい聞いてください。月立千代、斉藤千和です。本当にヘッドホンで聞いて吐息を堪能してください。六条みゆき役、野田純子です。みゆきも海に連れて行ってほしかったです。この花光役、松木美優です。今日もちょっとだけ天音様と話せて幸せでした。大鳥天音役、海田優子です。スピカ編ではもっと喋りたいなと思います。なんとやや役、桑谷夏子です。下着編の黒幕がややちゃんなのは予想通りでした。奥若つぼみ役の野川さくらです。ドラマ CD を演じててとても海に行きたいななんて思いました。はい、ドラマ CD いっぱい聞いて楽しんでください。源千春役、中島咲です。また秘密部でいろいろできて楽しかったです。今度はまたもっと詳しい秘密部をやりたいと思いました。楽しんでください。夏目レモン役、宮崎由衣です。とてもセクシーなボイスがいっぱい聞けると思うので、いっぱい再生して聞いてください。白檀かごめ役の福井ゆかりです。パーシバルの下着が気になりました。以上でお送りしました。光ったらだらしがないんだから。まだ一周しかしてないのに。さあ、池の周りをもう一周するわよ。もう一周って1キロもあるよ。1号車の身体検査まで1週間しかないんだから、今から弱音吐いていたら取り返しのつかないことになるわ。行くわよ。まあ、ややちゃんたら頑張りすぎ。ここまでにして、明日から頑張ろう。ややちゃん！あら、ひかり、入ってたもん。ごめんね。でも、どうせだから一緒にシャワーしましょう。私、もう出るところだから。ダメ。もう、ややちゃんたら、ダメ、くすぐったいやつ、そんなとこ触っちゃ。身体検査ではこうやって隅から隅まで測るのよ。ダメだったらやめて。光だって知ってるでしょ、1号車の身体検査は生徒が測定係を務める仕組みだって。でも今年はまだ生徒会から測定係が発表されてないから、光の体重や競技、いちご車の誰が測るかわからないのよ。だから私の光が恥ずかしい目に遭わないように、綺麗に体を洗ってあげる。ダメ、そこ。去年なんか大変だったのよ。天音様が競技を測る係になっちゃって、測ってもらっていた後輩の子が緊張のあまり気絶しちゃったの。それはもう大変な騒ぎで、去年は検査が中止になっちゃったんだから。あ、だから光はまだ天音様に測ってもらったことないんだね。そうだよね。もしも天音先輩が私のバストを測るなんてことになったら、私光、天音先輩、さあ、その胸を隠している腕を外して。でも、何も恥ずかしがることはない。でも、そんなことしていたらいつまで経っても測れないじゃないか。でも、
じゃあ私が外してあげよう。さあ。アマネス先輩。測定係は抽選で決まるから、今年は私にもチャンスがあるわ。光、私がそれはもう体の隅々までじっくりと測ってあげるから覚悟してなさい。モモミ、お前の美しさには100万本のバラも叶わない。叶めったら、そんなことを言って今まで何人の子を泣かせてきたのかしら。なあ、モモミ、今年の身体検査、アマネと光の仲を引き裂くチャンスじゃないか。そうね、そこに目をつけるとはさすが要ね。そうだ、私にいい考えがあるわ。さあ、楽しい宴の始まりだ。